はい、明日が2月3日なんですけど、2月3日というと、鬼は外、福は内っていう、まあ、節分の豆まきってのがあって、まあ、鬼のお面もね、作っていこうかなと思ったんですけど、まあ、せっかくなので、まあ、俺が動画でよく、一緒にやってる、ひりおくんのお面を作っていこうかなと思って、ひりおくんの画用紙と、あと、厚紙を買ってきました。厚紙を切り抜いて、ひりおくんの画用紙を貼って、なんか色つけて、なんか、いい感じにしようかなって思います。一応、型は型は作りました。これに沿って画用紙を貼っていこうかなって思います。はい、見本はスプラでちゃんと確認しました。ダメだよ、何やってんの。形ができたよ。一応できたよ。はい、できました。ちょっとね、糊がね、つけすぎてはみ出ちゃって、鼻水みたいになってんだけど、ひりおくんのお面が、はい、完成しました。おー、いいんじゃないの？これに、なんだろう、穴開けて、耳側にね、穴開けて、かぶれるようにできればいいですね。すごい恥ずかしい。僕が CM だよ。